ウクライナ軍が、南部のヘルソン州でロシア軍の弾薬庫を長距離ロケット砲で攻撃して破壊したことを発表したとして、多数のメディアが報じているね。弾薬庫は軍事施設だし、攻撃対象としては妥当なものだよね。ウクライナはこのまま攻勢に転じるのかな？戦術としては弾薬庫を破壊するのは当然だが、何やら不穏な情報も流れているようだな。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がロシア軍弾薬庫を攻撃したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年7月11日に、南部のヘルソン州でロシア軍に占領されているノバカホフカにある弾薬庫を、アメリカから供与された高機動ロケット砲ハイマースから発射されたロケット弾で攻撃したとみられ、ロシア軍兵士52人が死亡し、弾薬を爆破した他に軍事車両を破壊したとしているんだけど、ウクライナ国防省では攻撃に使用した兵器についてのコメントを発していないみたい。これに対し、ロシア軍がヘルソン州に設置した軍民行政府が、ウクライナ軍による攻撃が民間のインフラ施設に対してのものであり、民間人7人が死亡して70人が負傷したとのコメントを出し、ウクライナ軍がハイマースを使って硝酸を貯蔵している倉庫を攻撃したために大規模な爆発と火災を起こしたと、ロシア国営のタス通信が伝えているんだって。この一連の両国による報道の流れは、ロシアがウクライナ侵略を開始して以来続いていた。ロシア軍がウクライナ軍の弾薬庫をミサイルで破壊したと発表し、ウクライナ側がロシア軍が民間施設を攻撃して民間人に死傷者が出たと非難していたものと全く逆になっており、ウクライナ南部においてはロシア軍とウクライナ軍の立場が逆転した可能性が指摘されているんだ。また、ウクライナ政府がクリミア半島に設置している常時特別代表が、ロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島において、住民による反ロシア抵抗運動が始まり、徐々に高まりを見せていることを7月11日に SNS 上で明らかにしていて、ウクライナ軍が関連している国民レジスタンスセンターもまた、重火にクリミア半島の拠点都市でありロシア海軍の軍港があるセバストポリで、ロシア軍などに対して襲撃があることを警告するビラが巻かれていることなどを伝えているんだ。ここ最近では、ウクライナでこれまでにロシア軍に占領された地域でのレジスタンス活動が、日増しに活発となっている様子が伝わっていて、10日には東部のハルキウ州で新ロシアは武装勢力の幹部の乗る車が爆破され幹部が死亡したことが報じられたよ。また、12日に南部のザポリージャ州にあるエネルゴダルの親ロシア派武装勢力の拠点がドローンによって攻撃を受け、同州のメリトポリ近郊にあるロシア軍駐屯地において爆発音が複数回聞こえたなどの情報が伝わるなど、南部においてはウクライナ軍の動きと後方のレジスタンス活動が呼応するかのように活発になっていて、ウクライナ軍かあるいはアメリカ、イギリスなどの特殊部隊などによる後方撹乱が行われている可能性が指摘されているんだ。その一方で東部ドンバス地方では、ルハンシク州をほぼ手中にしたロシア軍はもう一つのドネツク州の制圧を狙って攻勢に出ていて激しい戦闘が続いており、イギリス国防省はロシア軍の今後1週間の目標は、東部のスロビャンシクやクラマトルシクの近郊で小さな町の占領に力を注ぐとの分析を明らかにしているみたい。また、後方のウクライナ中部及び西部に対するロシア軍のミサイル攻撃も継続されていて、14日に首都キーウの南西約 200km にある人口37万人の地方都市ビンニツァの中心部にミサイルが着弾し、子供3人が含まれた市民20人余りが死亡したとロイター通信が報じているよ。地元警察当局によると、15名が行方不明となっているほか、約90人が病院に運び込まれたものの、50人以上が深刻な危篤状態にあるとされているな。今後死者はさらに増えるんだろうね。市民にまで被害が出るのは避けてほしいものだよ。ウクライナ非常事態庁によると、14日午前10時50分頃、ビニツァ中心部の9階建てオフィスビルの駐車場にロシア軍が放ったミサイル着弾し、居住用ビルなどを損壊して大きな炎や煙が上がったとしているんだ。ウクライナ軍当局によると、このミサイルはロシア海軍が黒海にいる海キロ級潜水艦から、複数の巡航ミサイルカリブルが発射されたものとされ、そのうちの3発が着弾し、他の2発はウクライナ軍によって撃ち落とされたみたい。このウクライナ軍当局情報が正しいとすれば、発射されたカリブルは潜水艦発射型のクラブ S3M14E と見られ亜音速ミサイルながら、巡航ミサイル5発の発射に対して2発を撃墜したことになり、ウクライナの防空体制がある程度は機能していると見られるぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、この巡航ミサイル攻撃に対してこの攻撃が公然のテロ行為でなくてなんだというつもりなのか？と激しい憤りをぶつけていたみたい。ゼレンスキー大統領の言い分はすごくわかるよ。テロ行為って言われても納得だもん。
南部戦線の動向によっては東部で攻勢に出ているロシア軍に影響が及ぶと見られている中、ウクライナのゼレンスキー大統領は占領されている南部沿岸地域の奪還を指示したとされ、レズニコフ国防相がイギリスのタイムズ紙のインタビューに対して、大統領が国軍に対して奪還命令を出したことを明らかにしているよ。レズニコフ国防相はさらに、ロシアに奪われた南部の領土を奪還するため、西側諸国から供与された武器を装備した数百万の兵力を集めていると語ったとされ、インターネット上では数百万というのはさすがに盛りすぎとしながらも、ウクライナ軍への入隊を志願している国民男性は70万以上とされていて、それがようやく訓練を終えて戦線に投入できる状況になったのではないかと見られているね。これまでウクライナ軍は、兵器不足と兵力不足に悩まされていることを指摘されていたが、ここに来て西側諸国からの兵器が届き出し、それらを運用する訓練を終えた部隊の配備が加速しつつあると見られ、東部戦線のロシア軍を現状で食い止め、主力を釘付けにしておきながら、南部の占領地域の奪還から、クリミア半島の奪還も視野に入れているのではないかとの見方も出ているぜ。このウクライナ軍の動きを察知してのことなのか、ウクライナ軍によるミサイル、ロケット攻撃が続く南部ザポリージャ州のメリトポリのフェドロフ市長が明らかにしたとして CNN が伝えるところによると、ウクライナ軍による攻撃を恐れるロシア軍が、西に避難しようとする市民の主要な通過地点である、バシリウカの検問所を閉鎖したため町全体が人質に取られたとしているよ。数万人のメリトポリ市民が立ち往生しているってことなんだね。ただし、CNN ではフェドロフ市長はメリトポリからすでに脱出しているため、情報が正確なものかの確認は取れていないとしているぜ。侵略を開始してからこれまでの、ロシアによる占領地のウクライナ国民の扱いについては様々な非人道的な話が伝わっているんだけど、アメリカのブリンケン国務長官が7月13日に声明を発表し、ロシアが支配した地域に居住していた新ロシアではないウクライナ国民160万人以上、うち26万人は子供とされているを、強制的にロシア国内に連れ去ったとしてロシアがウクライナで行っていることは、民間人の保護に関するジュネーブ条約に著しく違反している戦争犯罪であると厳しく非難しているよ。その方法としては、ウクライナ国民のパスポートを没収し、代わりにロシアのパスポートを発行して見せかけのロシア国民を増やして統計上の人口構成を変えることや、ウクライナ国民の個人情報や生体情報を収集して登録し、ロシアへの移動と滞在に同意する書類に強制的に署名させてウクライナに戻れないようにするなど様々とされ、それらに従わない者にはロシア当局による拷問や処刑が加えられていることが報告されているんだって。その上で、これらのことはかつてロシア連邦からの独立運動が高まったチェチェン共和国でも行われたとされ、チェチェン共和国では今でも独立派によるテロが絶えないというぜ。ブリンケン国務長官は、アメリカはウクライナと国際当局による証拠収集などの取り組みを支援し、戦争犯罪や残虐行為の加害者に責任を取らせることに力を注ぐと述べ、ソ連時代から同じことを何度も繰り返すロシアの戦争犯罪を追及するとしているんだ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ビールについてだよ。やっぱり、暑い夏はビールが一番だよね。仕事から帰ってきての一杯や、風呂上がりの一杯なんかは特に最高だよな。今日はそんな美味しいビールについての雑学だよ。ビールって炭酸なのに飲める人はすごい量を飲むよね。確かに、胃袋どうなってるの？って時々思うもんね。あれってどうしてなの？その理由の対象として今回は水と比較していくよ。水は胃に入っても胃の中では吸収されないんだ。だから腸の方へと流れていくまでは胃の中に入っているからあまり飲めないんだけど、ビールにはアルコールが含まれていることから、胃でアルコールを吸収する際に水分も一緒に吸収するそうなんだ。そのため、水に比べてビールは胃に溜まりづらくたくさんの量を飲むことができるそうなんだ。だからビールを飲むとおしっこの回数が増えるんだね。そうそう。ビールに含まれているケルシトリンという成分には利尿作用があり、アルコールの利尿作用と合わせるからトイレの回数が増えるんだ。なら酔っ払いすぎておしっこ漏らさないようにしないとな。っていうか、飲みに行くのもいいけど、あまり飲みすぎないように気をつけようね。そういえば、ビールで思い出したんだけど、ギネスブックってビール会社が作ったって知ってた？え、そうなの？ビールとギネスと何の関係があるの？ギネスビールの代表取締役が仲間と借りに行った際に、世界一早い鳥はヨーロッパムナグロとライチョウ、どちらだろうという議論になったそうなんだ。そして酒場へ行ってからも、ビールを片手にこの話題で盛り上がったそうなんだ。その時代表は様々な世界一を集めた本があれば話題になるんじゃないか？と考えた結果、ギネスブックの発行に至ったそうだよ。
確かに、その本があれば当時は相当盛り上がっただろうけど、その世界一を集めるのに絶対大変だったよね。でも今のギネスがあるのは大表のおかげだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。